まあ、してみましょうか。かはい。食べ<メ>。あ。けん玉。正解。はい。今日クイズがあります。今日クイズか。視聴者の方に答えていただこうっていう。そんな参加していただけるんですね、はい。やっぱり参加型がいいじゃないですか。玉置さん曰く、の参加型ライブはカリスマがやるっていう <laughs>。あの、あります。ありますけどね。では。 一問目いきます。はい。水谷千恵子の出身地はということで、洗濯問題です。あ、洗剤入れて、柔軟剤入れて、そう。どうしようかな。違うんですよ。違う、洗濯と。違う。え。ってことは。洗濯問題。洗濯。はい。ゆるキャラの。洗濯。洗濯。はい。可愛い写真撮ろう。違うんですよ。第一回洗濯希望選手。 PL エル学園。辻くん。違うんですよ。<laughs> 選択肢が三つあるんです。そういうことか。そう。いきますよ。水谷千恵子の出身地。一。長崎県。二。福井県。三。愛媛県。<noise> <noise> 正解は。二番の福井県です。 というわけでね。まあ愛媛は私友近の出身地でございますが、ちえこさんは違うということになるんです。はい。で一番の長崎というのは。まあこれは。福山雅治さんですか。あ一番は、福山雅治さんのご出身地です。ですね。はい。で長崎の五島列島が川口春奈ちゃんですね。あそうですか。はい。で言うと、もう二番の福井しかないじゃないという。あ消去法で。そうです。そうです。 で,で、だから、福井は、五木ひろしさんなんかもね、そうですしね。演歌の方が多いのかもしれないです。うんうん、東尋坊のあたりで、まあ、育って。で、まあ、豆腐屋が実家だったということなんでね。<い>まあ、豆腐を持ってのいちご膳舞踊っていうのも、そこから、生まれたみたいなことはありますけどもね。正解は二番の福井県でした。正解者に拍手。はい、では、次、問題です。 うなぎさばきがうまいユリアンのキャラは。一、うん、お猫。二、よねこ。三、うなこ。うん、これは私はわかるね。友近さんが分かったということはもう皆さんも分かられましたよね。はい。正解は。一番の。おねこ。と申します。はい。 これ、ね、厳密に言えば、まあうん、あの人がお猫っていうのはまああのー、あの人じゃないのよねなんか確定ではないんですけどまあお猫というキャラクターはいるんですけどうなぎの時に何かふわっとできたみたいな <laughs> そうそうじゃあ続いてえ<っ>映画吉原炎上からいきます友近さんと言えばここかんでと絶叫した吉原炎上の女優さんは誰でしょうか<っ>1西川美音子さん 2片瀬理のさん3藤真理子さんさあこの三人が誰でしょうかということでこれは田野千さんに教えていただいて、はい、私も拝見して非常に、はいえー、印象深いシーンでしたね、うん、そしてイリアンも本当にこれがうまいですね <laughs> お正解は一番の西川美音子さんです正解者に拍手 あれはまあユリアンのその再現の感じは素晴らしかったですよ<え>、うん、少しソーシャルディスタンスなどがありますのでこの場で、うんえー、声だけやらせていただきます、はい、お願いします噛んでここ噛んで噛んで誰でもいいからさ <laughs> 結構入りましたねこれ素晴らしいですねいやあのシーンはもう目に焼き付きますよね,ね<ー>すごいですねどういうあれ ね、長回ししてスローでずっとねやってたもんねあの実際の布団ってあんなに多くないですよね絶対なんかサイズ感とかめっちゃ広いとこでなん,なんかちっちゃいあそこだけちっちゃかったことないすごい名取さんがものすごい大きく写ってて、はい、なんかミクロの世界でやってるような感じにも見えたし不思議でしたよねあそこ。うん、なんかだって実際あんなにならないじゃないですか、うん、あんな部屋に布団がいっぱいあったとしても。うん やっぱり特殊な演出があるんですかね,ねじゃあ続いていきましょうか、はい、映画解説者の淀川長春さんの有名なフレーズは何でしょう一、はい、さよなら、さよなら、うん、さよなら二いや映画って本当にいいものですね、うん、3、キネマの天地へようこそうん。さあどれだ 淀川さんは、私ももう見てたからな、ずっと。うん、まあ、どうでしょう。うん、まあ、でも、これは、分かる方多いんじゃないですか。そうですね。ねじゃ、あお答え。はい。答えは。一番の。さなら。さなら。さなら。はい。でした。はい。淀川さん、大好きな方のうちの一人です、うん。はい。じゃ、あ続いていきます。はい。私ともしかが、緊急事態宣言中に、はまった。 YouTube の動画は何でしょうかということで,でなかなか動画を見るっていうのが、はい、ここでまた癖づいた部分ありますからね1普通の一般の、まあ、OL の方のルームツアー動画、はいはい、ルームツアー動画っていうのはなんか家の中をこうカメラを映していくっていうやつみたいですけど、ね、ああなるほど,なるほど、はい、2番、えー、ちびっこちゃんたちがこうおとうととする子眠る動画これは可愛い,いね。これは見てしまう三番 私の好きなおじさん、おじさんの料理動画。<laughs> おじさんが料理するところっていうのなかなか、美味しそうなものができそうですかね。ね一つはやっぱり得意料理ってありますから、おじさんも。え<っ>さあ、この三つの中で私がハマったユーチューバーどれでしょうか。考えください。はい。で。正解は。一番の。普通の。 一般 o l の方のルームツアー動画でした。はい。やっぱり人の家を覗き見するっていうのに興味がありましてね。確かにあります。それが豪邸もあるし、本当ワンルームの部屋もあるし、部屋自体に興味があるから。不動産の、なんか不動産巡りとかも好きなんですけどね。うん、うん、玄関からキッチン通って。で、六畳一間の部屋を移して、トイレ移してとか。で、寝るときはこういう感じの服着ますとか。それを紹介してるだけなんだけど。 でも顔は写ってないのよこれどんな人なんだろうかとかどういう仕事をしてる人だろうかっていう人となりを想像するのが楽しくなってなかなか見れないですかね人の家ってじっくり遊びに行かせてもらっても見れるもんじゃないからそ,うそ,う、うんね、それがねなんかたどたどしい感じでレポートしてるのもかわいいしでえらい慣れてるなっていう人もいるしへ<ー>私が見たのはね多分 水商売をししてる女のの人ななかもしれないですけどちょっとやっぱかっこがいつもエロくてタイトスカート履いてはい、はい、であの焼き鳥をね食べるんですけどこの太ももの上にお皿を置いて「はい、今日はこういう焼き鳥食べます」ってやってるからちょっとこう太もものちらっていうとことかあとここの胸までは見えないけど色っぽい感じで口,口までが映るんですよ食べるそういうとこもやっぱこれ男性とかたまらんやろうなと思いながら見てたの。 男目線の部分ありますからねあるんですよそれは確かに YouTube らしくて楽しいですよね,いいねじゃあ続いていきましょうかええー、私の大好きな映画バックトゥーザフューチャーの主演の方はどなたでしょうか一、はい、マイケル J ・ベイ二、うん、ジョージ・マイケル・フォックス三、はい、マイケル J ・フォックスはい。お考えくださいはい これもサービス問題かなこれサービス問題ですね私はねみんなどう思うかわかんないけど,どかなじゃあもう答え言います、はい、正解は三番マイケル J フォックスさんでしたこれなんでマイケル J フォックスさん、うん、あの J だと思いますかええー。マイケル J フォックスジュニアこれいつまでだっても子供みたいな顔してるから確かにちょっと童顔で可愛い,い、うん こしいです。はい。正解は淀川何ですかえこの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 はのこ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 この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 ラのこのここの人,、J、でこの人まあ妙な男この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 こ っておっしゃってました <laughs>。わからん。え、今日何？あの俺たちに明日はないという映画にガソリンスタンドの妙な妙な男,男の子がいたんです。うんねうん、その人がマイケル J ポラードという人なんですって。うんうん、で,でマイケル J フォックスはその人に憧れて大好きで夢中になって、うん、マイケル J フォックスなんですね。はーはーは,ーはーそういうこと言ってたんだ今。だから J あそう聞こえませんで <laughs> 集中できなかったかもしれないものまねに集中しちゃったからあその言い方だけを見てくれてたんですね <laughs>、はい、えー、知らなかったそうなんですしたじゃあ続いてすね,ね楽しかったそのハワイロケで私たちが泊まったホテル、ええ、皆さん覚えてますかということで1番2番トランプインターナショナルホテルワイキキビーチウォークうーん、うん 3番「ヒルトンハワイアンブレッジワイキキビーチリゾート」ということでハワイも,もうまだ今行けませんからね,ね<ー>また行けたらいいなと思うんですがさあ正解です正解は2番のトランンプイイターーナナショルルホテルワイキキビーチウォークでしたいいホテルでしたよ、ね、本当にすごい窓が大きくてね,ね<ー>海が見えて次はまたハワイからです、はい、ハワイロケの朝食で パンケーキを食べたホテルの名前は何でしょうか。一ハレクラニ、二、うん、ロイヤルハワイアン、三、うん、モアナサーフライダー。はい。い,いホテルばっかりだ。パラソルの下でいただきましたね。ねじゃあ正解は二番のロイヤルハワイアンでした。はい ピンクのホテルね可愛か,かったですね,ねこれもう落ちたあ、落ちてますということで、じゃあ後半は次の週ということで後半へ続く,続くはい、中程